前もとながら自分の考えですよね。これはもう人類共通の悩みで癖があるんですね。人間の頭とかね、もうくよくよしてまだ起きてもいない未来のことを心配して、そして過去のことを後悔する。これはもうしょうがないですよね。だからこの頭の考えを手放したらハートにつながりますよ。だから頭はネガティブなと考えますから、これを手放すとその逆のことですよね。だからポジティブな、まあ、幸せで楽しくてっていうような自分になりますよっていうことをよく言ってるわけですけども、やっぱりね、もうハートにつながると、最近僕思うんですけどね、やっぱハートにつながることができると何でもできるような気がするし、いやきっと何でもできるんじゃないかなっていうふうに思えるし、そして頭で考える時以上にね、いろんなことに気づくんですよね。でじゃあハートにつながるために一番いい方法は何かというと、なんていうんですか、笑うということですね。笑うっていうのはだからもうこれは楽しくなってきますから、幸せな気持ちになってくるので、そうすると別にマインド手放そうとは思わなくても自然にマインド手放せちゃうわけですね。なので僕はもう最近は毎朝朝布団の中でハハハハって笑って起きるんですよ。本当ですよ。そして朝一で歯磨きますから、僕もハハ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 ハその後散歩するんですよ。で散歩するときももう笑顔で、で向こうから歩いてくるので、こんにちはとか言うと笑顔でね挨拶するっていう日課がもうしばらく、そうするとねいろんなことを本当に気づくんですね。まあだから毎日そんな感じでこう歩いてるんですけど、あることに気づくんですよ。あれ今まで例えば今日もそうですけど、あこんなに空が青くて綺麗だった。でうちは西岡なんで丘になってますから、あの藻岩山がね真正面にこう見えるんですよ。綺麗な緑のね山がね。でそんなの全然実は山で気づかなくて、あれすごい綺麗な山がいつも見えてたんだ。それどういうことかというと、いつもだから頭の中で正直今まではそのだから毎朝布団の中で笑ったりしてない時は、毎朝というか僕毎日とりあえず30分犬の散歩するっていうのが、まあ何ていうのかな、うちは兼業主婦ですからお互いの役割なんですね。だから僕はとりあえず30分は必ず散歩する。そうすると義務になってるから、なんでうちは3人チームなのにね、ママと娘で3人チームにもかかわらずさ、俺ばっかも毎日30分も大変だよ。30分も雨の日もね、冬の寒い時もなんで俺ばっかりなってるんだろう。頭の中に考えると全然周りのことも見ないですよね。だからそれだけじゃないですよね、いろいろだから、いや今日も忙しいんだよなとか、だって頭の中ずっとマイクを働いてるときはこっちはだから視野が狭いですよね。犬連れてるのなんかもうひたすらそのアスファルトのネズミをしか見てないみたいな。それがだけどニコって笑ってこうハートにつながってマイクを手放したときには、あれって俺いつもこんなとこ歩いてたんだみたいなさ。で木とかもね、栗のあれがこうね、あ栗が落ちかけてるなとか、あれ欲しいなとか、そんなの今まで気づかなかったですよね。だからハートにつながることでね、視野が広がって、なんか世界が変わりますよね。今までマインドの時はさ、こんな辛い世の中もうなくなってしまえばいいっていう、いやそんな感じじゃないけど、いやだけど今出会った時はそうだったかもしれないですね。仕事忙しかったりなんだけど、何もうまくいかないんだけどさ、本当にそう思ってたんですけど、その時今まで電話が俺嫌でましたから本当ちょっと危ないですよね。危ないですよね。下手したらなんか上がらないのか通りも差し切ってくるよかったよね。そんな話でもよくあるんやっていこうと思っていや、だから頭の中ってそうやって妄想ですよね。なん自分を苦しめてるのが自分のそのマインド、自分の心がそうしてるんじゃなくて、周りのせいだと社会のせいだと安倍さんが悪いんだとかそういうふうなことのこれなんですよ。だからこれを手放すことがどんなに物の見方が変わるかというね。じゃあハートにつながる一番簡単なのはね、だから笑うってことですね。今ってね、笑うということで脳が幸せホルモンがいっぱい出るので体と心がリラックスするんですよね。で長生きもできるっていうのが分かってます。
し、あの、あとガンだとなるってやつもね、 NK キラー細胞とか、そのガン細胞やっつけるやつがどんどん出るから免疫力も高まるから、だから笑顔っていうか笑うっていうことはね、絶対正直ね、ここでヨガこうやってちょっと何年も教えてるんですけど、ヨガなんかじゃなくてね、みんなその笑える方たちですか、あれの方がよっぽど体の健康になるって本当に最近思ってくるただね、僕の技量がね、その90分間みんなの笑いをさせるだけの、 あの精神的な強さはないそれはちょっと前から本当に何か体の健康にしようだったらね、本当あるんですよ、病気の人とかね、とにかく笑うことやったら絶対に免疫力高まるんですね、絶対良くなるんですよ。で、それで思ったんですよ、自分の家でちょっと実験してたんですけど、例えばここでもやりますけどさ、ね、ヨガのポーズの時にみんな歯を食いしばって頑張るじゃないですか、何にも楽しそうじゃない顔しかめ面してね、普通それはそうだよね、僕もあのいろんなところでレッスン受けたのでやっぱり頑張ろうと思って、で歯を食いしばって一生懸命やるんですけど、それで体柔らかくなると思うんですよ、ならないですってそれでじゃあ笑いながらやってみようってなったら緩みますよね、前屈するときに笑いながらやるとね、体すごい緩むんですよ、あれこんな楽にできるのかな、ちょっと皆さんに試してもらいたいんですね、でもしそれがいいなと思ったら今日90分ありますからそうそう笑顔でレッスンをしてもらえたらいいかなってね、じゃあちょっとだから試してほしいんですよね、今前屈するときに普通に前屈するのと笑顔でするやつで、笑顔でじゃあ例えばじゃあ前屈笑顔しましょうっていうのも多分できないからちょっと練習しましょうですよね、いいっすかじゃあちょっと立ち上がってください、はい、ですか、まあ、いわゆる笑いヨガみたいな準備体操をしたいと思うんですけど、別にこれ面白くなくていいですから、面白くなくても笑顔を作ることによって脳みそが勝手にあ面白いんだなと勘違いするので、そうすると体と心を緩めてくれる脳内ホルモンが出てきますからね、いいですか、多分面白くないですから本気では笑えないと思いますからで、少しでもおかしくなるためには口はね、なるべく大きく開けた方がいいので、最初あの深呼吸を練習ですから、こんな感じで鼻ぐらい息を吸って、で口を開けてと息を吐く深呼吸ね、いきますよ、じゃあ吸って口を大きく開けて、あ、いいですね、もう笑顔がなくなってきますね、はい、鼻出すでしょ、口を大きく開けたらなんかおかしくなるでしょ、はい、吸って口を大きく開けて、いいですね、もう一回鼻出して OK、 じゃあ次は、ね、こんなことやりますハッ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 するので、笑うだけじゃもうこのまま
ベンチを使ってやると笑う幸せホルモンがドバドバできます。じゃあいきますよ、アナスで1、2、3。合掌してから両手を天井に刺さる。
はい、じゃあ、膝の両方上から。左足上げて。膝と足の方ついていただいて、息を止めて、スランク。中段の状態。はい、で膝をつけて、胸をつけた、顎をつけて。そして、ここら、へそをつけた、はい、息を使って。はい、で四つ目の前になっても安全ポーズ。そして、中段。そして、左足一本前。足の方ついていただいて。はい、右足前前前です。そして両手の上に持って。はい、で合掌してからに踊らせます。そして、はい、で合掌。そして両手の上に持ってます。はい、で前前です。そして右足下げて、足の甲ついてくれて、息を止めてください。はい、で膝の前を向いた。そしてコブラ。はい、でマウンテンポーズ。右足前へ。上見て。はい、で左足前へ。ゼンクス。そして両手を天井下に取って。はい、で合掌してみると下ろします。続けて吸って。はい、で合掌。そして両手を前上に反る。はい、で前屈。右左を左足下げて前上に上で息を止めてプラン。はい、で膝を胸を上げるか。そしてコブラ。はい、でマウンテンポーズ。そして左足前上見て。はい、右足前、ゼルクス。そして両手を手を取って、はい、で合掌して両手を下ろします。そして、はい、で合掌。そして両手を天井下に反る。はい、でゼルクス。そして右足上げて、腕を見て、息止めてフランク。はい、で膝の前を上げるか。そしてホームラン。はい、でマウンテンポーズ。そして右足一本前出て。はい、で左足前前屈。そして両手を天井下に沿って。はい、で合掌して両手を下ろします。そしてはい、で合掌。両手を前上に取って、はい、で前屈。そして左足下げて、上げて、息を止めてフラン。はい、で膝つけて、胸つけた、顎つけて。そしてコブラ。はい、でマウンテンポーズ。そして左足前上げて、はい、右足前、前屈。そして両手を天井に沿って、はい、で合掌して両手を下ろします。じゃあ目を閉じます。最後はじゃあできればね、目を閉じたからね。 できればもう顔にはね、微笑みを浮かべながらね。僕はみんなの顔見ないやつは大丈夫ですよ。大丈夫じゃあ吸って、はい、で合掌。両手を天井に沿る。はい、で前屈。そして右足下げて、上げて、息止めてフランク。はい、で膝をつけて、胸をつけた、顎をつけて。そしてコブラ。はい、でマウンテンポーズ。そして右足一本前、上見て。はい、で左足前、前屈。両手を天井に沿って、はい、で合掌して両手を下ろします。ラスト、吸って、はい、で合掌してから、吸って両手を天井に沿って、はい、で前屈。吸って左足下げて、上げて、息止めてフランク。はい、で膝をつけて、胸をつけた、顎をつけて。吸ってコブラ。
はい、で、満面ポーズ。そして左足前。出て。はい、で、右足前。前屈。そして、両手を天井下に取って。はい、で、合掌したものです。親指ハートのセンター。胸の真ん中にして。胸の真ん中から吐く。胸の奥まで吸って。胸の真ん中吐く。いいですね、自分のペースです、うん、なかなかいい覚えですね、皆さんね、仏様です。なんか気持ちもこう、幸せな気持ちがね、いつも歯食いしばってやってるのが全然違いますよね。じゃあ、しばらますか。横浜さん、しばしばしばで。ゆっくり目開けて。そして、両手を天井下に反る。はい、ですね、前屈。じゃあね、後ろからかかとかふくらはぎを掴んで、そうです。でね、膝曲げていいのでね、お腹と太ももはぴったりくっつけます。で、脇締めて、肘はなるべくふくらはぎの裏側に取るようにします。そう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 。で、腕の力を使ってお腹と太ももをね、もっとくっつけます。うん。そのまま吸って。で、お腹離さないよね。はい。で、両膝をゆっくり伸ばします。こう、はっくりすることがあるんですけど、こう、微笑みを浮かぶようにすると、もう全然もう快適に体伸びるはず。肩も楽にね、首も楽にね。じゃあ両手を床に。そして前に行って。息を止めてプランク、ハルスカジャンプ。はい、膝つけて胸つけて顎つけて。そしてコブラ。はい、マウンテンポーズ。じゃあ、左足を天井に。はい、で、左足大きく一歩前、両手の間に踏み込んで、右のかかとを床につけたら、体を後ろに落とす天井。選手のコース、ピラカドラさんは、キープさんとはね、両手広げてもいいです。で、これ大事なのはね、骨盤が前のところね、後ろ足、ずらして構わないですから、そしてつま先もできるだけ前に向けるようにして、そうそう、骨盤はね、うん、そうそうですね。で、頑張れるところはね、膝を深く曲げる。うん、もし足の裏だったら指先まで吸って、足の裏で吐き出す。足の裏だったら指先までね、大地のエネルギーを吸い上げるつもりです。もし足の裏で吐き出すときは、自分の、ね、毎度手放すので。じゃあ最後、深く息を吸い上げたら、はい、ミラバドラサンス、胸と腰、右の壁に向けて両手を広げる。目線はね、左手の指先ね、意識をしましょう。この時は背中の壁全身で押して止めてます。両足で、うん、その背中の壁ね、押し続けるんですよね。これ、戦いに向かう選手なのでね、戦う選手をイメージしてるから。本当は笑顔は必要ないんでしょうけど、だから笑顔の方が頑張りますよね。膝をもっと深く曲げてもね、全然つらくない、ね、うん、まあ、いいですね。じゃあ左の手のひらを上に向けて、吸って後ろに沿ってから、はい、パーッとしばこなさない、肘を太ももに乗せて右腕を前、脇の下から天井を見上げる。今度もね、背中の壁を全身で押してつまりです。そうそうそう、笑顔を作れば頑張れるので、じゃあ膝をもっと深く曲げて、左の太ももは横と平行にしてみます。いいです、そうです、体の左が悩ますよね、うん、うんうん。じゃあ呼吸と一緒に動きます。吸って体を起こして、ミラバドラサンス。
吐いて両手を床、左足下げて膝つけてもいいですけど、ここまで続き。吸って、コブラ。吐いて、マウンテンポ。 呼吸と一緒ね、呼吸のようにこう軽やかに動いていきます。吸って右足を前、左の肩と床につけたら、吸って両手を全部選手のポーズ。そうして骨盤が正面向くよね、後ろ足、ずらしてますよ。そう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 。そして足の裏の指先まで吸って、足の裏吐き出す。 足の裏ね、吸い上げる。ね、エネルギーに出してるつもりです。もし頭を空っぽに吸い込むんでね、足の裏を一回吐く。じゃあ最後にもう一度深く吸ってから、はい、ビラバドラサンス。右の胸とか左の壁です。右手のね、指先に集中して。 指先にここへかけるようですね。いいですね。素晴らしい。背中の壁は両足でも押し続けてます。右の手のひらを上に向けて、吸って後ろに反ってから、あえてパールスパコナーサの肘を太ももを左腕を前へ。 そう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 、笑顔でもっと頑張るはずなので、じゃあ膝をもっと深く前からね。そう、太ももをこう床と平行にしながら、そして顔は笑顔です。吸って、体を起こしてビラバドラサナス。吐いて、両手を床、右足下げて膝つけても、ね、つけたら OK で、コブラ。吐いて、マウンテンポーズ。そう、頭は床を後ろに高く、そして呼吸に集中して、鼻から息を吸って、鼻から吐く。鼻から深く吸って、鼻から全部吐く。自分のペース。 吸って前に出て、吐いて両手前にあった、ジャンプ。吸って、もう一回前に出てから、吐いて、前屈。吸って、両手を天井下に反って、吐いて、合掌して、両手を下ろします。そして、吐いて、合掌。吸って、両手を天井下に反る。吐いて、前屈。 前で息止めてプランク、アルカジャンプ。はい、右足つけて胸つけたら落ちてて、吸って、コブラ。はい、マウンテンポーズ。吸って、左足天井。はい、左足一歩前、右の肩と床につけたら、吸って、両手を天井、選手のポーズ。そう、 骨盤ね、正面に向けるですね。頑張りましたね、膝を深く前にね。そう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 。最後もう一度吸ってから、相手ビラバドラサンス。呼吸もね、一緒に動きます。左の手のひらの上に向けて、吸って後ろに反ってから、 相手パールスバコナーサの肘を太ももを右腕を前に繰り返します。吸って、左手を天井下に反る。相手肘を太もも右腕を前に目を閉じます。吸って、左手を天井下に反る。相手この右手前。じゃあ自分のペースです。で、全身をこう自分のね、呼吸で包み込むようなイメージですね。
だからこれはね、呼吸に集中する、マインドを手放して、そして、ね、全身の気の流れを整えてます。そう、呼吸になったとね、風になってますよね。じゃあ最後ね、自分のタイミングで次に吸って後ろに反ったらその位置でポーズをキープ、左手が上になってます。そうです、シャンティビラバドラサナ、戦いあった平和の聖書ですね。今ね、平和にこう感謝を捧げてます。じゃあそのまま深く息を吸ったら、はい、で両方手を床、右のかかとを上げて骨盤の正面を向けます。前に見たら、はい、でお腹太ももにくっつけたのでお尻ゆっくり後ろに突き出してね、左足をゆっくり伸ばしてみます。お腹ね、離さない、そうそうそう、うん、そう、肩楽にね、首楽にね、顔はね、笑顔ね、微笑みを浮かべてね、呼吸は楽に、うんうんうん、そうそうそう、あ、いいね、大体骨盤ね、高さ揃えてね、正面向いてます、 OK です。吸って前に出、あえて右の膝を床に下ろします、腰の真下に来る位置です。後ろ足がね、つま先立ったままです。体を起こしたら、右手を天井、はい、で体をねじって肘を膝の外側に引っ掛けて、ね、で吸って左手を天井に上げたら、あえて両手胸の前で合掌、肘振れたのね、吸って背骨まっすぐ、はい、で体をねじる、この動きにしてね、もし余裕があれば右の膝を床から上げて右足をまっすぐ伸ばしてもいいです。そして吐いて、そして背中を反らせるようにしてもっと伸ばして、そう、吐いて、お腹を強く引っ込めてもっとねじれます。そして吐いてから、そして体を起こしてミラバドラサナス、両手を広げる、左の手のひらを上に向けて、吸って後ろに反る、空いてるよというか、左足下げて膝をつけて胸をつけたら OK、 吸ってこうから空いてマウンテンポーズ、吸って右足天井、空いて右足一本前、左の手を床につけたら、吸って両手を天井、選手のポーズ、そうそう、骨盤正面、うん、で足の中の指先まで吸って、足の中吐きます。最後もう一度吸ってから、はい、でビラバドラサナ、胸と腰、左の壁に向けて両手を広げる、右の手のひらを上に向けて吸って、後ろに反って、はい、で肘を太もも、左腕を前、そして右手を天井下に反る、はい、で肘を太もも、左腕を前、目を閉じます。じゃあ自分のペースです、自分の気持ちのいいリズムね、こう自分の呼吸のリズムね、全身を呼吸でね、包み込んでね、プラーですね、エネルギーを感じてます。
じゃあ自分のタイミングでね、次に吸って後ろに反ったらその位置のポーズをキープ。シャンティギラバブラーズ、右手が上になってます。そう、肩の右横をね気持ちよく伸ばしてます。平和の先生のことね、平和への感謝ね。最後吸って、はい、両手を床、膝の体を上げて、吸って前向け、はい、お腹、太ももに押し付けながら膝をゆっくり伸ばしてみます。肩楽に、首楽に。呼吸とね、笑顔が自分の体を緩めてくれます、ほぐしてくれます。吸ってまいて、はい、左の膝を床に下ろします。腰のまっすぐですね、後ろ足をつま先立てたままです。体を起きて、吸って左手を天井、はい、で体をねじる、肘を膝の外側、吸って右手を天井、はい、で両手を合わせる、吸って背骨を伸ばして、吐いてねじる。そう、じゃあね、このままでもいいしね、もしもっと頑張りたい人は左の膝、床から左足を伸ばしてみてもいいです。そうです、そうそうそう、うん、呼吸してね、吸って吐いて、吸って背中もっと伸ばす、吐いて、お腹をもっと引っ込めて、もっとねじる、うん、最後吸って吐いたら、じゃあ吸って体を起こしてラバトラスタンス右の手のひらを上に向けて、吸って後ろに沿って、はい、両手を床、右足下げて膝つけて胸つけて顎つけて、吸ってコブラ、はい、マウンテンポーズ、吐かせて、腹が吐く、鼻から深く吸って、鼻から吐き切る、自分のペース。頭の中空っぽにするつもり、マインド手放すので深く呼吸してみます。笑顔をね、笑うことも周りの手放すけど、周りの手放すことができるんですけどね、呼吸も周りの手放すことができます。笑ったり呼吸できるのは、意識して呼吸できるのはね、人間だけです。吸って巻いて、はい、両手の間にあるとジャンプ、前に出から吐いて背中する。そう、この時もなるべくお腹と太ももくっつけたね、膝曲がってですね。そしてお腹を離さないようにして、お尻をねゆっくり上げていく、うん、そう、肩楽に首楽に、はい、吸って前に出て、はい、膝を緩める、足の裏から息を吸い上げて、両手を天井に誘って、はい、胸の前で合掌して目を閉じます。親指ハートのセンターに、胸の真ん中まで息を吸って、胸の真ん中で息を吐く、胸の奥まで深く吸って、胸の真ん中から吐く、
するのです。僕らいつも日常だとね、忙しかったりそれぞれだとどうしても頭、マインドとつながっております。どうするともう勝手にね、ネガティブなことばっかり思い浮かべるのはここ。そうじゃなくて今ハートにつながってるね。ここはもう満たされてね、幸せで楽しい、そんな感情が胸の奥から自然に湧き上がってる場所。常にね、こっちにつながる。いつでも帰る、いつでも笑顔。はい、じゃあゆっくりと目を開けて、じゃあ両手ね、横に広げても横の人と、うん、ぶつからないよね、前後してくれるね。はい、いいか。じゃあ足をね、肩幅で、頭の真上に太陽をイメージ、暖かさとね、輝きを感じてます。で、こんな感じ。息を吸うときは両手を広げて胸を天井。このときに太陽の光を吸い込んでさっき。で、吐くときは背中を丸めて両手をバッテン。このときも全身から、もういらないものを全部手放すからね。いきますよ。はい、両手を広げて胸を天井。はい、背中を丸めて両手バッテン、目を閉じます。そして両手を広げます。胸の真ん中で呼吸して、そして吐きながら背中を丸めて両手バッテン、もう全身でいららも全部吐き出す。自分です。じゃあ胸を開くっていうこともね、自分のハートとつながりやすくなります。胸を開くと頭がね、働かなくてね、余計なそのネガティブなことが考えにくくなります。じゃあ胸をね、思いっきり開いていく。じゃあ最後です。次に息を吐き切ったら目を閉じたまま吸いながら体を起こします。で、私は全身の、ね、余韻を感じます。今自分がどんな感じなのかね、うん、体がどんな感じでね、頭の中がどんな考えを浮かんで、どんな気持ちなのかね。全身ですね、全身で吐く、全身で吸って、全身で吐く。さあ、じゃあどうですか、そのなんか笑顔のパワーみたいな、なんかすごいですよね。思った以上に体がこう動きやすくなるんじゃないかと思うんですけど、じゃあせっかくなのでね、笑顔でなんか難しいポーズにチャレンジしてみたくないですか。どうでしょうかね、頭立ちなんかこう笑顔で笑いながらやると多分バランス悪いしできたね。そういうのもあるかな、やってみたい気もしますからね。ちょっと家で試していきますから。じゃあ今日は話す、バタラサナってやつ、カラサのコツ、やっぱ結構女性が苦手なんですけど、バタラサナもし、ね、笑顔で、はぁもしできるんだったら、片足上げてみて。ちょっとやってみましょう。コツは、なるべくね、背中を広げるってことね。肩甲骨まで広げる。で、あのね、手、肩をしろ。で、目線は、これとちょうどこう正三角形作る部
ぐらいの頂点のところが目線。これ近いと、目線がね、手に近いと絶対できないですから。じゃあやってみましょうか。手かな、ね。で、つま先立ち。膝はなるべく腕の高い位置です。できるだけ脇に近づけてみます。そしてこう前、正三角形の頂点を見つめながら。で、足をこう上げて、背中を広げて。ハッと絞った。笑顔。体が軽くならない笑顔。でもここまでの境地には達してないです。では肩幅より少し広めで指
後ろ向きね。で、立てて、頭のてっぺんとだから、こう、大きな三角形を作る。ね、土台ね。で、片足だけ上げて、で、こう、足、まっすぐ行くのが高くなっちゃうと多分怖いので、こんな感じ。足を左右大きく広げると、足が地面に近いところからプッと降りればいいからね。こういう練習です。ですぐもう、で、頭のここは、じゃあこういう練習しましょう。指は、ね、後ろを向いてますよ。ゴスゴソッとです。怖い。笑っちゃった。ちょっと言いますか。判定ちょっとやろうじゃないですか。でんぐり返しが怖い。はい、なんか子供ってやつとか、ちょっと顔に見えない。ほんと？だけどやりますか。いいですよ、じゃあ。見えるもんね。膝、で、近づいてきて、で、僕と一緒にいますから。はい。はい、そうそうそう。はい、で、片足だけ上げてください。OK。指立てた方がいいです。サルバンガーサン、片立ちのポーズ、ゆっくりやって。じゃあまずは一番前に座ります。体育座りみたいな感じ。じゃあ足はね、ちょっと窓からはみ出ていいです。じゃあ背中を丸めたまま後ろにこのままのところがあって、もし嫌だったら背中に手を当ててるよ、所天井。
取り戻します。落ち着きを取り戻します。なので、できるだけ高く足を上げて、そして、そう、呼吸に集中ね。両膝を曲げて膝を眉間に近づけます。このままでもいいし、もし届きそうだったらつま先は頭の上の方です。床に下ろしてもいいです。つま先ついてる人はね、手を背中の後ろで組めたら手を組んでもいいです。手を組んでる人はじゃあ肘のですね、小指で床を押してみます。そう、松屋さん、魚のポーズ、背中の上の方から順番に床に下ろして、じゃあ最後反動をつけて起き上がって座ります。じゃあ両手を押し切りましたね。で、へそ見たままでです。背中が下の、まず肘だけ床について、で、肘で床を押して胸を反らして、後ろを見て頭のてっぺんだけ床にします。背中を見てます。なるべく頭には体重をかけないで、肘で床を押し続けて胸の真ん中を天井に押し上げ続けます。目を閉じて眉間に集中、胸の真ん中に吸って眉間から吐き出す、胸の奥まで吸って眉間から吐き出してつもりです。頭の後ろ静かに床に下ろして、両手を体から出して、頭左右にワンモロンと転がして首と肩の力を抜きます。切番ダーサン、橋のポーズ、両膝を立てます。足は腰幅で、かかとをできるだけお尻に近づけます。両手はお尻に横で手のひらを床にね。じゃあ最初はね、呼吸に合わせて体を動かします。手で動かします。吸って、お尻上げる、吐いて、お尻静かに下ろします。そう、吸って、お尻をふわーっと上げて、吐いて、背中の上の方から順番に下ろします。吸って、お尻をね、柔らかく、そして高く、一番高いところね、そう、はい、背骨を一つ一つ地面に沈めていくつもり。もう一回吸って、お尻上げる、吐いて、お尻を静かに下ろしたまま、お腹を強く引っ込めてね、最後吐く息でもお腹を強く引っ込めたら、じゃあ今度吸って、お尻を中で上げて、その位置でキープ、で足は床を踏み続けて、太ももに力を入れながらお尻を高く上げ続ける。で、肩を寄せ合って、肩甲骨を寄せ合って、両手を背中の下に組みます。で、手は小指が締め付けて、肘はまっすぐです。肩甲骨を寄せ合って、胸をもっと開く。じゃあ胸の真ん中に引き寄せて、胸の真ん中に吐き出す、胸の奥まで深くして、胸の真ん中から吐き出す、自分です。そしたらその上で頭の上の方を伸ばします。バンと出してる、
前も上がらずで全身から吐く。胸を真ん中にして全身で吐く。最後深く吸って両手両足に力を入れたら、吐いて背中の上の方から順番に下ろします。足を伸ばしてリラックス、両手を楽な位置に下ろしていいです。全身リラックス。全身ですって、全身だ。全身の皮膚からね、プラーナエネルギーを吸い込んでるんですよ。そして全身から自分のエネルギーです、自分のね、オーラを広げてそこに息を吐く。両膝を胸の前で抱えます。左右にゴロゴロゴロ背中をマッサージ。左側にゴロ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 になって、右手を胸の前に床について両手を使ってゆっくり起き上がります。じゃあ足を伸ばして、じゃあこういう前屈をします。じゃあね、足を伸ばしたら、じゃあ僕はね、鏡になってると思うんですよね。左の膝を立てて、で左足は右の膝の外側です。でこの足をさらに引っ張って、かかとがお尻のすぐ横に来る位置で、膝を上から押し付けるようにして、なるべくね、この太ももと太ももをこうくっつけるように、うん、太ももと太ももね、で膝もなるべくこう近づけてくださいね。大丈夫？じゃあ右手を天井に、肘を曲げたら左手で肘を引っ張る。左手を背中の後ろ、届く人は手をつないで、届かなかったら近くのね、 T シャツを引っ張るね。そして天井を見上げたら、はい、そのまま前屈、お腹を太ももの方に下ろしてみます。でこれね、まあ、あっちこっち締め付けられて、そして顔も一緒にこう締め付けられちゃうから、笑顔をしたらもっと静かにしたら顔を緩めたら、あの、そうそう、面白いね、人間の体ってね。体緩めようと思ったら顔を緩めたいけどね、呼吸して、そうそうそう、はい、ステップ体を起こします。はい、で両手をほどいたら、じゃあ今度は反対。同じね。膝を立てて、足を立ててね。で、かかとはお尻の方に引き寄せて、太ももと太ももをできるだけくっつける、締めつける、くっつけて。大丈夫？左と天井を、肘を曲げて、肘を引っ張る。で、右手を背中の後ろ、いい、そして天井見て、はい、で前屈、お腹を太ももに落としていく。指先と目線が遠くを通るようにですね、背骨が
最初は点で売ってもらう。そうそう、しっかり伸ばして。うん、で、足の届くとこ使うんですよ。で、足を引っ張ってね、背骨伸ばしておけば。そう、吸って背骨をもう少し伸ばしたら、相手首の力抜いて、頭の下を感じて、そして上半身リラックス、目を閉じます。上半身ね、どんどん力を抜いていきます。こう風船が沈んでいくイメージね。息を吐くごとに体がこう風船が沈んでいくように縮んで、そして力が抜けていく。どんどん力抜けていきます。全身ですね、全身で吐く、全身ね、きれいに透明にしていくイメージ。そして全身で透明にしちゃうね。いらないものを全部手放す。じゃあ背中を丸めたまま、頭の下感じながら吸ってゆっくり体を起こして、じゃあまたさっきのねテーブルのポーズでもいいし、膝を高く持ち上げて、さっきやったら違うのやった人は足を伸ばしてフルコッターマーションですね。体の前を伸ばす。膝を伸ばしたまま足を上げてつま先でこう床を押してくる。どちらもやりたい方がいいです。こっちもちょっと辛いので、辛い人は膝、さっきのテーブルのポーズをやります。いい？じゃあ肩を広げてから、吸って、お尻上げる。あれかもね、あの、肘がこう、反対側に曲がっちゃう人、サルペみたいなのに言われるんですけど、その人、指先自分の方に向けた方が、その人だとね、肘多分痛くなっちゃうので、うん、こっちの方が多分痛い。そうそう。指先は正面向いてくるから、うん、痛くないですか？大丈夫。そしたらその後ろを見てね、お尻上げてつま先そう、床をこう押していく。そう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 。最後吸って、はい、でお尻を下ろします。じゃあ頭を前にしてうつ伏せです。ブジャンガーサナコブラの方、じゃあ両手をまっすぐ前ね、万歳してる状態です。足を閉じてかかととかかとをくっつけます。コブラの尻尾を作ります。背骨の中にはチャクラと言われているエネルギーのセンター、意識のセンターがあります。首の後ろに集中、首の後ろにシュドチャクラ。じゃあ手で動かしながら吸って天井を見上げる。顎を上げて喉を伸ばして、首の後ろのそのビシュドチャクラを締め付けたら目を閉じます。首の後ろにしてさらに締め付けて意識を集中。そこを緩めないでね、そこから吐く息を温かく広げてみる、うん、自分のペースで。自分のね意識を浄化してくれるチャクラ、だから浄化してくれるツボだと思うんですね。さあ吸って、はい、どうぞ静かに下ろします。じゃあ両手今度は耳の横です。手の内は耳の横でね、で脇を締めて肘はなるべくそうです体にくっつけます。意識は胸の裏側のアナハタチャクラです。肩甲骨と肩甲骨の間です。手と肘で移動しながら吸って天井を見上げる。胸の真ん中は喉まで伸びて、胸の後ろ締め付けたら目を閉じます。胸の下吸って、胸の裏から吐く、うん、自分のですね。これは胸のハートのチャクラなので、だから自分のねハートとこうつながる。ここ刺激すると気持ちがやっぱり前向きなのね、ポジティブ。
探すで。はい、でも同じ静かに下ろします。両手胸の横です。意識はへその裏側のマニプラチャクラです。なるべく腕の力を使わないで背筋を使ってあげます。へそで動かしながら吸って天井に上げる。へそから喉まで伸びて脇を締めて、お尻を締めて、かかとを締めたら目を閉じます。へその上を吸って、へその裏から、ここに感情のチャクラ、感情ってね、やっぱりネガティブになりやすい。ここも前腰手放すために必要なのですね。ネガティブな感情を手放すことです。じゃあそのね、足を腰幅にしたら、今度は腕に締めてね、そして腕がまっすぐ伸びるまで胸をガンガンと上げて、背骨を全部伸ばします。そうです。で、へその後ろと胸の後ろと首の後ろを締め付けて、頭のてっぺん集中で、見ていこそ頭のてっぺんまで温かい電流が流れてると思ってね、背骨に集中。最後、胸の真ん中吸って、はい、手胸を静かに下ろします。両手で枕をつくと言います。横向いてもいいですか、全身リラックス。ダムラサン、弓のポーズ。両膝を曲げて両手で足を外側から掴みます。最初おでこついたままで足だけ上げます。じゃあまず鼻から息を吸って、吐いて両足を天井に蹴り上げる。吐いて体を共にしたら足が高く上がっていきます。そう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 、そうです。じゃあね、足の力を抜かないように、ね、足を蹴り上げ続けます。だ、手と足を引っ張り合ったまま吸って、天井を見上げて全身持ち上げる、うん、で膝を腰幅にして肩甲骨を寄せて胸をもっと開く。その姿勢を深く吸って、全身一番高い座骨をキープ。最後吸って、吐いて、かかとお尻に下ろしておくという感じ。チャイルドポーズ。四つん這いに立って、お尻をかかとに下ろしておくという感じ。下ろします。
engage to で、体を正面に戻して、はい、でそのまま一回反対側に体をねじります。で、体を正面に戻したら、じゃあ足を入れ替えます。座骨にバランスの回復をかけて、で左手を天井に、はい、で体をねじって、じゃあ足をすぐ後ろに、そして背骨をまっすぐ、吐いて体をねじる、でお腹を引っ込めて、へその後ろをねじって、右の肩を開いて胸の後ろをねじって、で目線は右がずっと遠くを見つめて、首の後ろをねじって目を閉じます。眉間に集中、で体を正面に戻して、はい、で一回反対側に体をねじります。で体を正面に戻したら、最後はシャバーサナ、頭を前に向けて仰向けになってしばらくお休みします。寒くない人ね、毛布ありますからね、毛布必要な人を手を挙げてください。大丈夫ですか？大丈夫、はい、大丈夫ですか？足は肩幅ぐらいね、腰幅よりも少し広めに、はい、じゃあね、目を閉じたら、まずは自分の自然な呼吸に意識をして中、で自分の体が今ね、どんな感じなのか、体隅々までね、で頭の中です、マインド、今自分がどんな考えが浮かんでて、そして今どんな気持ちなのか、笑うと経済効果250万円分らしいです。知ってました？一回笑うとね、250万円プレゼントされたのと同じぐらいすごくこう幸せになるそうなんですよ。じゃあ今日ね、何回笑いました？最初にね、ずいぶん笑ったじゃないですか。あれずいぶん僕から皆さんに何百万ねえ、プレゼントしたっていうことですよね。そうなんですよ、今皆さんはね、大金持ちなんですよ。なので世界でね、一番好きな場所思い浮かべてます。もうどこでもいいですね、250万ドルか何百万かあるんですよ。で自分のね、一番もう好きな、あるいは食ったことなくてもね、あんなとこ素敵だなっていう場所に今います。そこで今皆さんは寝っ転がってます。世界で、ね、一番素敵な場所です。一番好きな場所です。
でしょう。じゃあさらにね、マインドを手放していきます。つま先から順番に意識を向けて、順番に力を抜いていきます。左のつま先。土踏まず。かかと。足首。ふくらはぎ。膝。太ももの付け根、右のつま先、土踏まず、かかと、足首、ふくらはぎ、膝、太ももの付け根、お尻と腰の力を抜いて骨盤を地面に沈めます。左の手の指先、手のひら、手首、前腕、手首から肘、上腕、肘から肩、右の手の指先、手のひら、手首、前腕、肘、上腕、腕の付け根、背骨の力を抜いて背骨を全体に沈めます。背中の筋肉の力を抜いて背中全体柔らかく、肩甲骨、両肩の力を抜いて両肩も地面に沈めます。下半身、下腹部、おへそ、お腹全体、みぞおち、あばら、胸、鎖骨、首、喉、顎の力を抜いて口を軽く股間を上げて、唇、ほっぺた、耳、目の周り、目の奥、眉毛、おでこ、こめかみの力を抜いて表情がもっと柔らかく、穏やかな優しい表情になっていきます。頭のてっぺん、頭の横、頭の後ろ、頭の中、これで体中の力が抜けて今はもう完全にリラックスしています。この部屋の壁と天井を取り外すと大空が広がります。意識をゆっくり上の方に向けていくと、その大空がどんどん広がっていきます。その大空の高いところに太陽がまぶしく輝いています。その輝きに集中してね、自分の意識がその太陽に近づけば近づくほど輝きが大きく広がってまぶしさがする。その、ね、太陽に吸い込まれて太陽と一つになるつもりです。太陽の光を全身に浴びて全身を温かく輝かせます。
深く呼吸します。意識を体に戻していきます。両手両足に少しずつ力を入れていきます。両手を頭の上の方に伸ばして大きく伸びをして、両膝を胸の前で抱えます。右側にゴロンと横になって、そのまま少しずつお休みします。できれば目を閉じたまま左手を胸の前に床について両手を使ってゆっくりと手洗います。じゃあ左右の、ね、座骨にバランスよく体重をかけて背骨まっすぐ、で最後はね、ほんのちょっとだけこのハートにつながる瞑想、本当の自分につながる瞑想というのをやります。じゃあね、やり方2つあるので、自分の快適な方でやってみてくださいね。両手を合わせて、この親指でこのハートの背中ね、胸の真ん中を軽く触れるか、これでもいいですね。で、もう一つはね、手のひらを重ねて、この手のひらでこの、ね、ハートの先端を押さえてる。快適な方、心地よくやってくださいね。じゃあ背骨まっすぐで目を閉じます。胸の真ん中吸って、胸の真ん中から吐く、胸の奥まで吸って、胸の真ん中から吐く。自分のペースで、マインドをね、手放す、余計なことを考える、いつもくよくよくよく悩んでいるようなマインドを手放すと、このね、ハートにこうつながりますね。そうするとここはこうね、満たされて、もう楽しくてね、こうワクワクする、そんな感情がね、だん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 こう胸の奥からね、湧き上がってくるようになりますから、もういつでも心地いい、もういつでも笑顔、そんな感じ。しばらくこの心地よさ、胸の真ん中ね、心地よさを味わってください。いつまでもね、この心の満たされた状態、心の平和な状態がいつまでも続きますように。そしてこれは自分だけじゃなくてね、その周りの人にも広がって、さらには世界の平和につながりますように、そんなマントラです。オームシャンティシャンティシャンティを唱えて終わります。